こちら、蜂の巣でしたっけね。あー、もう美味しそうや。うまそう。あ、うまっ。ちょっとね、酸味の効いた酢醤油で、うん。山寺です。今日は広島に来てるんですけども、広島のね、ちょっとね、ホルモン天ぷらっちゅうの食べたくて、あきちゃんっていうお店、ちょっとね、今からね、こちらの方でね、食べ飲みしたいと思います。あきちゃんさん、行きますね。はい、今日はですね、あきちゃんに来たんですけども、またアテンドはね、柴田さんでございます。ありがとうございます。私はレモンサワーにしました。お疲れ様です。うまいですわ、うん。でちょっとね、おでんね、おでんをちょっとね、自分でセルフで取ってきましたよ、うん。でこれが筋、これ筋肉ですか、うん、とこっちがガリ、あ、ガリってやつね。ガリと筋肉、これも柴田さんのね、おすすめアテンドです。ちょっとね、唐辛子ねかけても美味しいということで、ちょっとパパッとかけてみますね。いや、こんなんもうほら見て、これ見たことないですよ。これ関西ではね、見たことないです。私こんなホルモン、プルプル、おいしい。見た目ほどその濃いくなくてね、めっちゃこの醤油みたいな辛さがあるんだみたいな、そんなんね、うまい。これはやばい、癖になりますわ。これまた一緒じゃないです。これがハイロースで、これが食感のお肉。あきちゃん、皆さん一遍来てみてください。ホルモンの天ぷらも注文してるんでね。これからガリというガリのおでん食べてます。ガリってなんか大阪で言うたらなんかこうね、寿司のガリかなと思うけど違うんですよ、うん。次ね、ガリ、これ見てくださいよ、美味しそうですよね。ガリ、うん、すごいね、ねっとりした感じで、本当ね、食感がいい。ガリガリってコリコリしてね、めっちゃうまい。これ何これ、うん、これはもう山寺はね、夢にまで見た広島のおでん、うん。コリコリしてるんですけど、もう何ていうのかな、すごい柔らかく煮込まれてて食べやすいで美味しい、うん、何より美味しい、うまい。これまたちょっと癖になりますわ、皆さん、うん。こちらがね、蜂の巣と千枚天ぷらですよ。広島のね、食べ方としてはね、ここにね、まな板が置いてあって、自分で適当なね、大きさに切って食べるんですよね、これ。これでね、ちょっと切りますわ。あー、いい感じやな、これ。こちらも切っておきましょうか。
なんかこう切る楽しみもあってね、いいですね。これでいただきたいと思います。こちらですね、食べ方としてはですね、このタレ、これ醤油なんかな、ちょっとなんやろうね、ちょっと食べて舐めてみましょうか。あ、酢醤油です、酢醤油で。ちょっとね、唐辛子をねたっぷり入れたいと思います。これがね、本場のホルモンですよ。こちら、蜂の巣でしたっけね。あ、もう美味しそうや。うまそう。あ、うまっ。ちょっとね、あの酸味の効いた酢醤油で、うん、ホルモンってほら天ぷらになってるからちょっと脂っこいんですけど、さっぱり食べれる。うまっ。うん、次ね、蜂の巣をいただきますわ。これね、この唐辛子ね、そんなね、あの見た目ほど辛くないんですよ。うん、うん、うまっ。やっぱね、さっぱり食べれますわ、ほんまに。うん、こちらのガリね、歯ごたえが良くてね、すっごい美味しいのよこれ。ちょっと癖になりますね、ガリガリ。うん、うまい。あれね、なんかね、すごい煮込んでるんですけど、ちゃんとね、歯ごたえ残してるんですよ。うん、トロトロはトロトロなんですけど、あの、なんていうの、コリコリしたね、歯ごたえを残してくれてるんで、すごい、あの、歯ごたえも楽しめて、味も染み込んでて、で、噛み切れへんような硬さでなくないから、めちゃくちゃいいこれ。うん、うまいわ。これね、まあ間違いなくちょっと癖になるし、癖になっても広島に来ないと食べれないんでね、それがちょっとね、あのあれなんですけども、うん、でもうまいよこれ。うん、でやっぱりここに来たら田楽汁ね、これはちょっとね、あのいただかないといけないと思うんで、田楽汁もねちょっと後で注文したいと思いますけども、ちょっとゆっくり飲みますわ。うん、これ。あ、はい。このね、本当にね、さっぱりしたタレがうまいんですよ。すごいね、この唐辛子がまたね、いい仕事してますわ。うまい。もう2杯目、2杯目。これはもう、美味しいから、お酒進みますわ。あの田楽汁ね注文しましたよ。はい、こちらね田楽汁なんですけど、山寺が想像しとった汁とちょっと違う。なんて書いたらね、西成のもちょっとね、あの色の濃いあのホルモン汁かなと思ったら違うんですよ。これ見てください、透明感のある透き通った、なんかまるであのお吸い物のような感じのあの田楽汁、これがあの広島の田楽汁っていうやつですかね。そのね、ホルモンがたっぷり入ってるんですよ、いろんな部位が入っててね。ちょっとこれいただきますわ。いや、これ田楽汁ちょっといただきますよ。うまっ。うん、これね、もうホルモンのお吸い物。うん、これね、今まで食べたねホルモン汁中華も全然違う。うん、あのね、なんていうのこれ、これホルモンの出汁だけだけど、カツオとかも効かしてるんちゃいますもんね。あっさりしてますね。ちょっとびっくりしました。これはちょっとほんまに
ね、こんなにホルモン容器入ってるのにあっさりいただけるんですよ。これはちょっとびっくり、衝撃受けました。うん、ちょっと衝撃を受けてます。めっちゃ美味しい。今ですね、あきちゃんさんで食べてきましたけど、ここね相当美味しいですわ。ほんでね、あのおでん、まあホルモンの天ぷらももちろん美味しいんやけど、おでんのあのガリね、惚れました。もうガリに惚れました。まあガリってもうお寿司のガリじゃちゃいますけどね、いつもそればっかり言ってますけど、ほんまに美味しかったわ。うん、あきちゃんぜひ来ていただきたいお店ナンバーワンですね。ということです。いつもですね、山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録と、グッドボタンとか押していただくと嬉しいです。お疲れ様でした。広島からでした。